笠松茂は、三重県熊野市出身の元体操選手で現在は、高知。三重県立木本高等学校、中京大学体育学部卒。大卒後、東海テレビ放送に入社。同社が運営する体操クラブチーム、東海テレビレッツ体操クラブに所属していた。1972年ミュンヘンオリンピックの体操男子団体金メダリストで、笠松飛びで知られた。 妻は同じく体操のミュンヘンオリンピック日本代表選手だったハブカズエ同じく体操選手だった笠松明弘は息子。1970年の世界選手権では補欠だったが、その後次第に頭角を表し1972年のミュンヘンオリンピックで個人総合5位。1974年の世界選手権で個人総合優勝して日本のエースと呼ばれるようになった。 1976年モントリオールオリンピックでも個人総合優勝候補の筆頭に挙げられていたが、競技本番直前に猛腸炎を発症し、無念の欠場となった。残った日本選手団はこの逆境を跳ね返し、団体総合の金メダルを獲得した。2005年に支持法賞を受賞、2007年に国際体操殿堂入りを果たした。現在は、 笠松体操クラブ代表を務めつつ、東海テレビ社会人フェローの会登録講師を務めている。ありがとうございます。